くだらないよ。もう試合は変わってますね。時代変わってんのかな。どうなんだろう。変わってますよ。うん。だからリスナーさんもそろそろ変化しないといけない時だと思ったんです。だから配信者も進化する。俺変わってないと思うよ。あ、僕。うん、それは時代は。違いますか。変わってないよ。でも配信者も成長する。変えるのあなたでしょ。まあその配信者です。だけどリスナーも共に成長しないといけないんですよ。うん。あのね、人間って本当に本質変わってないと思う俺、うん、だからイノベーターなんだよ。オピニオンリーダーなの。だから引っ張らないといけないんだ。そう、絶対。だからヒカルくんに多分夢を見てんだよ。ヒカルくんのリスナーをでしょ、うん、でしょ。でも結局それ傍観者だから、ヒカルくんに会いな、一緒に飯食いな。ヒカルくんの目見て聞かないと意味ないよ、うん。結局 AV 女優でオナニーした数って抱いた女の数じゃないからね。でしょ。ヒカル君とセックスしな、ちゃんと、うん、じゃないと人生何も変わらんぞ、うん。なんだろう、コメントが流れないな本当。まあでも僕よく言われるのはまんまですねって言われるんです、うん、それで終わるんですよ、うん、で一回会いに来たリスナーはもう二度と会いに来ない、うん、別に何も下手なことやってないですけど、うんアイテムも投げず言いたいこと言ってすみませんでした。7時間後、いやアイテムいらない、いらない別に。あのね、勝手にくれるから、うん、いらない、困ってない悪いけどアイテムくれたから、うん、いや俺はいらない、いらないって思うじゃん。ダメダメ。じゃあ和藤さんが今こういう話、俺はくれって言わないから。そう、違う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 、ダメ。あのね、それクソダセーから。あのね、結局ね、与えてたら帰ってくるから。絶対そうなの。与えてる人間はみんなリターンがあるの。みんなギブアンドテイクだからダサいのよ。もうテイクテイクくれくれでしょ。ギブギブでしょ。いや違う、絶対違う。与えてる人間は絶対帰ってくるから、絶対そう。俺は死んでもくれって言わない。俺の話をとことん聞け絶対響くから、うん、だから俺の放送を見ると洗脳されるっていうの。配信者だな本当に、うん、俺の放送1ヶ月聞いてみろ。うん、つまらなかったら切ればいいから、いらねえから。光がセックス込めますね、優子落ち着け、うん、そう。俺だからお茶くださいって配信で言ってないでしょ、始まってから。まあ言ってないですよ。嫌なんだよ、振り込めも嫌なんだよ。でも俺和藤さんにちょうだいっていう、今やコラボだから俺自由に言うよ。和藤さんはそう言うけど、あ、俺は和藤さんを上にあげたいから、みんなみんなアイテムだけに。お前ら超いい言葉を教えてやるよ。イエス・キリストが一番最初に言う言葉を教えてやるよ。こうやって言うんだよ、リッスンっていうの。イエス・キリストって弟子たちとか信者の前で何て言うかっていうと、全員の前でリッスンっていう。リスナー、聞け聞けなんだよ。心開いて聞いてるかって、目見て聞いてるかって。なんかしながら聞いてるやつ全員ダメだ、才能ね、消えろ才能ね、マジで。人が本気で喋ってる時は耳開いて、心開いて、目開いて、全部で聞くんだよ。体感しろっつってんの。で、そんなのくだらねえから会いに来いっつってんの。オフ会でも何でも、うん、大丈夫です。今見てるのは僕のリスナーさんもいるんで、うん、和藤さんも上にあげたいんで、みんなコメント、うん、せずに、コメントしてないやつら、潜ってるやつは全員入ってもらえる。これはでも、和藤さんの意見と僕の意見はまた別の。いや、あのね、ダサいとかダサくないとか、ね、いや、ダサいよ。ダサいダサい。違う、だって今だって僕はもうアイテムくれなんて一言も言ってないですよ、うん、アイテムありがとう、アイテムありがとうしか言ってないですよ。だけど、違うっす。これは僕の、なんだろう、別に見るつもりもないし、なんもないですけど、欲しいから今なんだろう、まあみんなに優しさですよ、リスナーさんの。僕のリスナーさんの、いやもうね、和藤さん来てください。行くよ、行くよ、全然行く。みんなに会いに行くよ、うん、っていうじゃないですか。僕もさっきめんどくさいですもん、うん、北海道来てとか、どこどこ来てとか、うん、そんな行けるはずないじゃん、実際。でも行こうと思って全国47都道府県旅してるのに、うん、行ってるじゃん。そう、まあ行ってはいいですよ、うん、だけどどこどこ来てってるのに交通費もかかるし、実際金ないしみたいな、うん、みんななんかそれ自分のことしか考えないじゃないですか、リスナーさんも。いや、それでいいんじゃん、自分のこともっと考えろよって感じだもん。もう行ったよっつって終わるんですよ、うん、いつか来てくださいねって分かった。いや、結局人間って自己都合で生きてるからいいんだよ。半端にやると良くないんだ、半端にやると。ココさんありがとうございます。
あざーす。で、俺はヴィンセント・ヴァン・ゴッホ好きなのよ。俺ゴッホ好きっすよ。ゴッホ好きなのよ。そう、別にあの、なんだろう、いいんだよ。それと、もう終わったの、仕事行くねっつって。仕事してた、お疲れ。もうあのさばいての客。ていうのも多分ワドさん好きじゃない。何が？分かんない。ん？いや俺嫌いだったら嫌いって言うもん。うん、まあそれがすごいです。気に入らない時は気に入らないって言うし。うん、終わったら LINE するわ。いやいいよ、もう寝ちゃうもんね、先ほど。今日俺ワドさんと二人で飲むのあったからと思う。あ、そうね。あ、そうだぜ。あいいよ、付き合うよ。あ、うん、いらないんだよ、部外者。オフパコなし。この時間帯にやらない、ポツしたいって言います。浅井さん元気だよ。浅井さんとニコ生で今朝コラボしたから見てみて。浅井さんいるよ、元気だよ。なんだろうな、あの、なんだろうな、俺は別に今でも熱いよ。ドラム叩かないんですか？最近見てない。ドラムね、叩いてないね、最近ね。ドラム叩いてない、全然。ドラムはいいよ。あの、バスドラムの音って心臓の音なんだよ。生の会場で聞くとね、心臓突き動かされるみたいで気持ちいいよ。こう、都内っすよ。都内。浅井さんに明日来てって言われた。おお、よかったじゃん。あのね、なんだろう、多分みんないくつぐらいか分かんないよ、年齢。俺はおそらく年下だろうと思って言ってるけど、年上でね、この中に見てる人の中にさ、そのすごい人もいっぱいいるしさ、あの実績残してる人もいっぱいいると思うんだけど、もしその若い子で悩んでたりとか、そのいろんなことでね、うさ晴らそうとしてる子がいたらね、あの言っとくけど、あのたくさんトイレ行ったっすか？行ってないよ。面白いよね。ここの笑う。やばいっすよ、洗面所。そうなの？なんで？いや、めっちゃ笑います。マジで、うん、今ちょっと3000円分払ってないけど。あ、うまいっすか？髪型変えましたね。あのね、絶対にね、どん、あの世、あの生まれ変わりなんかないからな。人生一回だからな。で、冷静に考えろよ。1分1秒後に死ぬ可能性あるからな。本当に残酷だからな、人生って。やりたいことやれ。誰のせいにもすんだよ。あの、ごめん、お前、すぐ女の人に言うと、焼くけど、言うわ。社長と上司から俺が教わったってる、3年間。焼くだろ。もう3年ですよ、ね、はい、長い。3年経ちます。すごい信頼関係だよね。ずっとさ、ね、散々僕も散々やっぱさすがに。ならんか、これで。ずっと投げてくれた。しまった。サポーターになったらならんくなっちゃった。さあ、変わったよね、やり方ね。分かんなくてやってもらって。え？投げ方。押し投げるってポイントみたいな。あ、変わったんすか？変わったんでしょ。投げる方新宿だよ。なんかでもそれだけじゃなくて、ね、iPhone 自体の更新も変わってますよね。さっき通知とか更新すると通知がなんか変で。 iPad はそうだ、うん、これ最初に作詞だったね。邪魔はいらないとかじゃなくて、本当に会いたかったら理由なく今ここにいるから来いよ、グダグダ言ってないで。で、本当にダメだっていう空気を察して帰ればいいじゃん。あ、本当にダメなんだなっていう、だから理由をつけるのはダメだよ。ダメって言われたからやらないとか意味わかんない。仕事中やもん、知らん、そんな。とりあえず、あの、スタートはいいっすよ。あ、まあ、仕事で。めんどくさいんだ、毎回。知ってる。
みんないろんな大手配信者とかもそうやるの、どうでもいいっす。おい、若津姉ちゃん KB、 ワードさんも配信でのなんか得意分野ないですか？俺？はい。俺多分雑学だったら多分誰にも負けないだろうね。雑学？うん。配信会で言うなら。なるほど。うん。ワードさんみたいなタイプをキャバクラかガールズバーに連れてたらどうなるの？俺女買わないもん。でまあ買う買わないなしに、うん、どういうトークをするのかな？いやだから話さない。行かないガールズバーとかキャバクラとか。マジですか？行かない。なんで女に金払うのって。だって俺が金もらう立場だから。マジですか？当たり前じゃん。なんでつまらない話聞いてつまらない時間に金払わないといけないの。わけがわかんないもん。俺は金、俺が喋って金もらうために俺配信始めてんだよ。まあそうっすね。でしょ？まあそうっすね。そう、金も女も名声も全部手に入れんだから。なるほど。まあそうっすね。買わない女は。ジャック・ダニエル毎日飲んでたね。うん。あ、俺酸いらないよ、和道でいいよ。かっけえ。でもそうやってかっけえっていう和道さんをキャバクラかガールズバーに連れてたらどうなるかって。だから喋んないよ、本当に。面白そうじゃない。かっけえ。じゃあ待って、じゃあ俺も今後一切あ女の子と喋んないから。じゃあ女の子リスナー の、 あのコメント一切読まない。どうすか。いいね。ワドタンでも全然いいよ。てか女性配信者しかコメントないですよ。うん、うん、ジュース今日から話しとったな。スタートでしょ。キャバ嬢困らせよ。てか誰が男でもなんか分かんないですけど、ね、うん、もや、うん、和道って言ってる。全然和道でいいよ。うん、だっていいじゃん、配信上だもん、うん、普通に和道さん和道さんって言ってるし、何かあると、うん、なんか足りない知識あったらよろしくお願いしますっていう話もしてるし、いいじゃん、だって配信上だしさ。うん、愛花いらっしゃる。逆に和道さんにもあの3番目光はあのここがダメなんだよみたいな言ってほしい。いや、あのね、人間ダメなところもキリないよ、言い出したら。まあ、キリないですね、お互い。でもそれは絶対キリない、うん、むしろ悪いところがいいところぐらいに思わないと、まあ、人間付き合いできないでしょ。お互いそう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 、それなかなかのランナーもやもんや。女の子しかコメントしないもんね。潜ってる男性陣どこ行った。前に 自宅遊びに来てたで。あ、そうだね、姉ちゃん。外配信待ちなんでしょう、たぶん。まあ、今回は。どうなんすかね、配信ってことですかね。僕はなんか、和道さんみたいな、ちょっと、お堅い方を、ガールズバーかキャバクラに連れてって、あ、そっか。いいか。そうでしょう。外配信っすね。でも伸びてきたな、80分。画面壊れてバキバキすぎて分かんないです、ね、そうバキバキだよね。全然コメントがさっきから見えないから見にくくて思い出ごらん、シャープ。なるほどね。ワドさんは今配信者として腐ってるよ、ぶっちゃけ。もったいない。なんかヒカルがサインしたリスナーの所有物を放送でしか消したら怒るって入ってるコメント。あ、全然いいっすよ。サトシ、サトシですか。誰ですか。彼氏がさ、サインしたリスナーの所有物を。あー、それあれだ、あの子じゃん、ユカチでしょ、多分。それ、いや、全然怒んないよ。だってあれネタでしょ。ユカチに関して俺言わせてもらうけど、ユカチとブルちゃん、ブル君か、多分おそらくそれだと思うんだけど。あ、王女さん、王女さんありがとうございました。すいません、最後いなくて。
それに関しては、今回だからブル君の件で TJ が電話かけてきて、俺は TJ に喧嘩売ったんだけど、でユカチだと思うんだよ、ね、でユカチはその次の日に俺にぶっちゃけヒカルさんに渡したいものがあるから午前中会ってもらえませんかって言って朝7時から配信してたの。俺ね、寝てなくて全然。でそのユカチからの連絡を待って配信 NG がいいって言われたんだけど全然連絡も待ってこないし、結局だから売名だったんじゃないかなって思う部分も正直あったんでね。だから別になんか消しても何でもいいんじゃないって思う。だってそこまでなんでしょ、結局それが誰かの意思かもしれないし、多分ユカチだろうね、それ。だ何と言われてもいいと思うよ。これいろんな経緯がある。で俺はまあ基本的に何も言わないけど、言われたら言い返すからって、倍中。やられたらやり返すよ。それは昔からのスタンス、閲覧が少なくても。とりあえず嘘をつくやつ大嫌いだから、基本的に。裏表、関係ないし。どいつもこいつも、リスナーも配信者も。そこは素直に言ってから、俺は。それが俺の2年半やってたスタンスだ。全部。ありがとう。サトシは先生で。でもユカチだよね。つい最近だと。三倍目ヒカルくんは三つ下だけど。でも僕一応29の代ですね。28なんですけど早生まれたんで29代。でもネットに年齢はないよ、うん、夏の AB さんのことだったんです。夏の海老蔵、海老蔵の時俺サインしてないよ。サトシしたっけ。サトシ夏ってどういうこと。サインしたっけ俺。別になんかそういうの起こんない。消してくれむしろだってサインなんてないもん弟。でそれでサインがないのにサインしてくださいって言われたらサインするしかないじゃん。佐藤ひかるとか適当な本を書くしかないでしょ。血下手くそですけどって。逆にじゃあサインをまあ最初から強要しないでほしいっていう感じで、ね、サインくださいサインくださいみたいな言わないでよ。リスナーさんもサインはもらわない方がいいぞ。サインもらった瞬間にその人になれなくなるからな。本当に好きだったらサインもらうな。ステッカー買うとその人になれるんだよね。そうなんです。噂によるステッカーを買うとその人になれる。どういうことですか。サイン分かった送るよ。ヒカル君どこまで行きたいの。多分僕すごいとこまで行きますよ。どこ。いやどこまでじゃないですよ多分、ね、これはもう配信上で言ってますけど、僕の小学校ならの将来の夢が世界征服なんですよ。で現実的に考えると世界征服無理なんですよ。なんでなんでかっていうとロケット団になれないじゃないですか。僕ポケモンが好きだったんで、それを冗談で言ったけど、なんでならない現実的に考えるとですね。なんでその人生の寿命と時間が足りないです。僕が前に突き進んで やれば多分いつかたどり着くかもしれません。だけどそれをよくよく短縮的に考えると無理なんですよ、はい、僕の生い立ちの中で人生の中では絶対無理なんで、誰かにつなげることしかできないんですけど、でも僕が海外に行って人脈を今度行って今日本全国47分くらいあったんですよ。で回った後にちょっと新宿に拠点を置いて英語学んで、それからバックパッカーやったんですけど、そしたら海外の国に人脈されるんですね。で僕はいずれ、まあ、今まで関わってくれた人たちもね、オンとかも全部ありますけど、いろんな海外の人脈もつなげた上で僕が機嫌を万が一削いだ時に株価にちょっと影響が出るぐらいの人物になりたいな、はい、それぐらいの人になりたい、まあ、それで世界征服、僕の夢が達成されるなっていうのが僕の最初の目標です、人生の。これちょっと深い深い深くないか、うん、
多分クソつまんないと思うけど、でも無理だろって思う奴らが結局なんか閲覧とか上がったりとか、うん、なんかちょっと有名になったりとか名前が知ったりすると結局光ってくるんですよね、そういう奴らが。ああそうだよ、手のひら返すよ人間なんて。そう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 、だから周りの評価気にしてても意味ないよ、うんうん、まあでも僕はもうできるって信じてるとか、もうビジョンはできてますから。落ち目の時でも、はい、上り調子の時でも言ってること変わんないやつが本物の友達だと思うよ。かしか変わらないです。そうそう、だから人間ってさ、ほとんど結果しか見えない人ばっかりだから。ビジョンは全部出来上がってますね、うん、全て確実に見えてんだったら掴めるでしょ、うん、はい、またつい。でもだってこれはでも俺だけの話じゃないですよ、将来的に今話はしてるけど、うん、僕に関わってきてくれた人生の中で支えてくれた人たちも一緒に上に上がっていくっていうのが前提なんで、うん、はい、だから短縮なんですよね、うん、その人生の中で叶えられないっていう、うんうん、僕一人だと多分一瞬でできるかもしれないです、ぶっちゃけ、うん、だけどいろんな関わってくれた人も一緒に上がっていくっていうことを考えると、いろんな時間も費やしなきゃいけないから、うん、多分次の世代に託さなきゃいけないっていう話もあるんですよ、うんうん、はい、でもビジョンはもう全部全て置いて、いろんな人たちのつながりとかも見えて、うん、お世話になってる人たちもいるんで、うん、そういう人たちもいるとかもあるし、うん、僕は全部それは見えてるんで完全に。何このサインがどうのこうのってくだらないの、どいつ覚えてないんですね。ヒカル氏のサイン、海老蔵がサインペンでビーって消したのを覚えてて、個人的に嫌だったという話っしょ。ヒカル氏が問題のなら、あ、じゃあ分かんないけど、俺海老蔵のサイン消したんだ。じゃあいいじゃん。じゃあ消してよ。ああごめん。じゃあ海老蔵に書き直してもらって。じゃあサトシが海老蔵推しだったら海老蔵にサイン書き直してって言っとくよ。それでいい、サトシ。ごめんね、じゃあその時嫌な思いしたな。だって海老蔵に俺ね、ツイキャスで家のさ住所とか電話番号とかさ親の名前とか全部晒されてるんだよ。嫌がらせとかも相当受けてるんだよ。しょうがなくない？いいじゃん、配信者なんだから。だって俺だって普通に他の配信者にステッカー買われて、ステッカーを目の前で焼かれたりとかしてんだよ、配信所で。でステッカー配りなよ、売るもやめなよ。いや無理、そうしないと生活できないですよ。いやいや絶対できるって。だってどこに住むかですか。いやだからステッカー、ステッカー配りなよ。いやマジで死ですよ。いや配信で死ぬのは本望っつってたじゃん。ダサいってステッカー売んの。そんな小銭で。だって家あるじゃないですか。じゃあ家捨ててくださいでしょ、うん、じゃあ47都道府県一緒に旅しよう。いいよ。じゃあそうしようよ今から。いいよ、うん、次広島からなんで。いいよ。で全部捨てて行きましょう、うん、いいよ。いやマジで。じゃあステッカーもう売らない。じゃあ売らなくていいんですか。うん、僕支援とかしょうがないですよ。いいよ。じゃあどうやって生活するんですか。いやだから絶対配ってたら帰ってくるから、分かるから。そのステッカー売るって行為で絶対損してるから。損してる、絶対損してる。大きな目で見たらステッカー売る器じゃねえから。どうなんだろうそれ。いや折っていかなかった。配置の仕方にもよるけど、だってそれで自分が何も配信です。俺だって何もしなくても振り込まれるもん。いやじゃないでしょ、うん、って言うじゃん。それでもう金額足りないから今働いてるって言ってるじゃん。働いてるでしょ、うん、だから結局自分で賄えないから自分で払う。だから行くっつってんだ。じゃあ負け組じゃん、配信。だから行くっつってんだ、うん、いやだから別に来いよと言って。じゃあ負け組とかじゃなくて。来るの。行くよ。じゃあ俺は仕事したくないし、ちゃんと経緯も話してるから、うんうん、だから配信死ねるっつってたじゃん。ステッカー屋さんじゃないじゃん。でもだってこうやって言われて普通に自分がんじゃん。いやだから俺だから会社辞めるって生活保護起きるって。だから行けばいいんだろ、うん、俺覚悟あるよ全然。いやそうじゃないくない。そうじゃないって自分で言ったんだよ今。いやこれ自分でだったら仕事辞めてできんかって言ったから俺やるよ。じゃあ俺で押し付けるんじゃなくて一緒にしようよじゃなくて、じゃあ自分でやるやん。自分もステッカーをただで売って何もしない状況から始めたらいいんじゃん。逃げんだよ。だって俺は。いや逃げんのじゃなくて、だってそれはなんかそうじゃないとか言われたからちょっとノリで言っちゃったけど無理。俺ステッカー売らないと生活できない。絶対ステッカー売らない方がいいって。いや俺は状況があるんだ、うん、ステッカー売るだってそれは器じゃないって。だから器じゃなくてもいいじゃん、うん、じゃあ自分は。じゃあそういう意味じゃねえって。ステッカーで収まったらダサいっつってんの。それはだってでもしょうがなくないんだから。その家も何もないし、うん、ステッカー0円からステッあの生活して47都道府県旅してそしたらだってそれ言ったら今まで買ってくれたリスナーさんに失礼だよ。あ、すいません、お話入れてこう。はい、
今からでも注文しておくの自分たちで。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい。お願いします。規定はね、おしゃれ。あ。絶対ステッカー売るべきじゃないと思うよ。それは後々の話だ。それは今までの、うん、あの大手配信者も言ってきたけど、うん、結局ステッカーみんな売ってるのも最初で、自分の生活が苦しくなって。うん。これ生ポだよ。うん。これは無理だね。本当無理です。長いスパンで見ろっていうか、俺もっとでかい男だと思ってんの。うん、ステッカー売って頭下げてんの嫌なんだよね、みんな。ヒカルくんが。いや。だったら食われって思うんだよ。多分そこなんですよ、逆なんですよ。僕はリスナーさんがあって支えられてきて、何百人、いろんな何百人の人たちの人たちを支えがあって僕は生きているんで、うん、そこでみんなありがとうございますっていうのが、多分それが普通だと思うんですよ、ぶっちゃけ。いや、自分の考えを押し付けるよ、俺は全然。俺は意見言ってんだから。そのためにヒカル君と会ってんだから。自分の意見言うために。うん。うん、俺、ヒカル君の意見聞くもん、全然。うん。ナマポって何なんですか？生活保護。何ですか、それ。生活保護っていうのは、なんて言えばいいんだろう。なんて言えばいいの？なんだ、ナマポって何？国から金もらえるんだよ。言葉わかる。そんなもんあるんすか？あるよ。え、俺もできるんですか？できるよ。マジっすか？教えてくださいよ。いいよ。でも嫌です僕はなんかそうやって富士山登っただけじゃなくて、うん、いろんな旅を配信しながら、うん、自分が成果を上げていろんな山とかね、うん、あの普段俺何が嬉しかったかというと、うん、病気で本当に病院から見てるリスナーさん結構多いんですよ、実は、うん、多いね。リスナーさんの中で、で、その中で普段外に歩けないリスナーさんが、うん、ヒカルさんはその観光地とか、まあ、いろんな人と飲んだり、うん、うん、楽しんでワイワイした時にはもうダメなとこもありますけど、うん、だけどそういうなんか変な山登ったりとか、うん、その土地のね観光で有名なとこ、うん、でそれでなんかその景色を見せたいって言ってくれて、うん、普段見れない景色見れて私も嬉しいですっていう、うん、やっぱりリスナーさんも何人かやっぱいるんですよ、うん、で僕はやっぱそういうのを今後大事にしていきたいんで今は、うん、なんかステッカーをやっぱ売って、うん、そうですね、古事記とはまた違うっていうか、まあ、小じきではあれですよ。金が本当にやばかったらみんな振り込んで、いや、小じき堂々とすればいいのにっていう、いや、堂々としますよ。でもそれができないんですよ。なんでかっていうと、運営さんに僕すぐ目つけられてるんで。だから例えば、閲覧3000、4000人とかの前で、お前らはあのこうやってアンチとか例えば流れてるじゃないですか。お前らはあの口は出すけど金は出せないようになってるじゃないですか。運営さんから注目来ますからですよ。やめてください。不用意にあのお金を要求する、うん、あのいやだから要求するのが嫌なんだよ俺は、まあ、要求するってわけじゃないです。でもそれも冗談なんですよ。おお、分かる分かる、はい、それはニュアンスでね、うんうん、でも冗談な言葉も冗談と受けられてないインターネット世界でもあるし、うん、厳しいですよ、うん、僕は多分特にそうですよ僕は、まあでも和田さんの言ってることがあったんです。もっと自分に価値をつけるってことですよね。いや、そうじゃなくて、なんだろう、自分に価値をつけるとかじゃなくて、なんだろう、配信者がステッカーを作らなきゃいけない状況になってるのが配信会全体が間違ってると思ってて、俺は。逆ですか。で、配信会変えるって言ってたりとかさ、死ねるって言ってたんだから、死んでいいんじゃねえのかなとか思うんだけどね。うん。でもそれは、頼りすぎたと思うんですよね、リスナーさんっていうか。で、多分そこなんだと思うんですよ。僕、その体力系配信者ナンバーワンって言われてますけど、うん、なんで僕が体力配信者ナンバーワンだったかというと、うん、僕が体を張って、やっぱその答えてくれるリスナーさんですか、うん、リスナーさんがいるからだと思ってるんですよ。何もないってさっきちょっと言ってたじゃないですか。何が何もないって、配信でも好きでも何もないって。俺が、はい、さっき言ってたじゃないですか。さっき言ってたのだいぶ先ですけど、その時に、
思ったんですけど、僕もそうなんですよ、うん、僕もトークスキルも全くないし、うん、あの自分に長けたもんないんですよ僕は、うん、なんであの自分で体を張って、うん、体を張った結果で、うん、誰かが何かで答えてくれたらなって思うんですよ。それがステッカーなんですよね、代価として。そこは俺わかんねえな。だって支援っていう形になると法律にも引っかかりますもん、正直。かかんないよ、別に。どう引っかかんの？なんかその支援してるってなると配信の運営さんのあれに引っかかっちゃうんですよ。それがツイキャスなんですよ。なんで僕はもうその自分が配信上で頑張るから、うん、まあその各県に行った時にリスナーさんがステッカー買ってくれたらそれが生活旅費になるんで助けてくれて嬉しいっていう話をしてくれて、それだけですよ、ね。うん、難しいですね。いや多分そこの時代なんですよ。前までは、うん、金梅さんとかはいいですよ、振り込めとか振り込むのが当たり前、金もらうのが当たり前っていうスタンスだったと思うんですよ、配信やってるから、うん、今は多分違うです。世の中そんな甘くないですよ、仕事と一緒です、うん。もう全然気分悪くないよ。いや全然気分悪くないんだよね。まあその熱い気持ちは、うん、あの同じだと思うんですけど、でも、うん、まあジャンルっていうか形は違うんですけどね。いやいや別にそれはスタイル自分で決めればいいと思うけど、まあ、それはお互い生きてきた、ね、うん、環境や成長の部分もあるじゃないですか。そうそうそう、さっきも自分で言ってたじゃないですか、あの18歳までの偏見と、うん、あれでいい、18歳までに集めた偏見のコレクションね。そう、うん、で人の人生が決まるっていう常識ね。それと一緒だと思うんですよ、うん、常識と、うん、いや全然っていうかなんかなんだろう、俺なんか配信やっててなんか同調同調同調するのがすげえ嫌いで、別に間違ってると思ったり反対意見言って何が悪いんだろうと思ってて、はいはいはい、うん、だからそのなんだろう、俺はだからステッカー売ってるのはダセーと思うよっていうのは別にだからステッカー売らないで配ればいいじゃんって言っただけじゃん。そんなこんな些細なことでピャ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 言うわけじゃん、リスナーも。ああまあそうですね、うん、ずっと言ってるけど自由になりたくて俺やってるから。いや僕も自由です。そう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 、だから別に何だろう、でも今度自由になるためにはって思うじゃないですか、うん、でも自由になれるのにもう逆なんですよ、うん、なんで人間のルールを決めたかって考えないですか。俺考えたんですよ、僕も自由になりたい、暴れたいと思ってるんですよ散々で、自分が自由になりたいって決めれば決めるほど、うん、自由になるための自分の中でルールが決まっちゃうんですよ。だとあの人間の社会で生きるルールとか規約みたいなのに変に縛られちゃうんですよ、それ以上に。わかるんですか言ってること。わかんない、どういうこと。自分が自由になりたいって思った時に、うん、なりたいと思ってる感じじゃなくて自由になれっつってんの俺。まあでもなれじゃないですか、うん、でも自由になる、うん、なりたいなった時に、うん、自由になるために、うん、もう自分の中でルールや何かが決まっちゃうんですよ。それは自由じゃないよって思うじゃないですか、うん、それなんですよ。あの人の中で自分の中で何が自由かとかって結局そういう風に決まっちゃうんですよね。誰にも縛られないことでしょ。誰にも縛られない、うん、でもそれぐらい心っていうか多分そうしたら人って無になっちゃうと思うんです僕は。おうおう、うん、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。